下野市の暮らしやすさを PR するために制定したキャッチコピーをより一層浸透させようと、市はサウンドロゴを作成し、今日一般に公開しました。これは坂村哲也市長が定例の記者会見の中で発表したものです。サウンドロゴとは、効果音やメロディーを使い、企業名や商品などを宣伝するもので、ブランドロゴの音バージョンといえます。下野市は今年3月に、新たなシティプロモーション事業の一つとして、キャッチコピー、下野暮らしうってつけとロゴマークを発表しています。サウンドロゴは、キャッチコピーをさらに浸透させようと、今年の夏に職員から募集しました。7つの課の7人から12の作品応募があり、町内選考で3つの作品に絞った後、10月にインターネットで一般を対象に投票を実施しました。その結果、市民共同推進課の小林あかりさんの作品が選ばれました。下野暮らしうってつけ。小林さんは、明るく楽しい毎日を過ごしてほしいとの願いを込めましたと話しています。明るくてクリーンなイメージを音で聞いたときに分かっていただけるようにということでイメージして作りました。いろんなところで聞いていただいて、ちっちゃいお子様からお年寄りの方までいろんな人が口ずさんでくれるとすごく嬉しいなと思います。市では今後サウンドロゴをコミュニティラジオ FM 夕顔やインターネットで公開される市の PR 動画などで活用する予定です。また市内外の人が SNS や動画サイトで市の暮らしやすさなどを投稿するときに広く活用できるようにする方針です。下野市の暮らしよさ、住みよさというものをやはり全国にアピールするには、やはり何かしらですね、一つ印象のあるものが必要だと思っておりましたので、今回のこのサウンドロゴについては、やはりその都度、いろんな場面で使用することが、活用することができますので、私はこれ大変大きく期待が込められております。